会社名とお名前をお願いします。はい、アンプラージュインターナショナルの、代表の本間と申します。よろしくお願いいたします。アウトドアエリアで初出店ということですけど、はいはい、今回のインタースタイルのイメージどうですか？はい、お客さんの反応もよくですね、今日2日目ということで、うん、たくさんの、また方が来られると期待してます、はい。さあそして、はい、取り扱っているブランド、はい、いっぱいあるんですけども、はい、まずは一つご紹介ください。そうですね、スウェーデンの、ナイフブランドで、モーラナイフというのがあります、こういうナイフなんですが、はい、ナイフで、着火をしたりとか、木を割ったり、いろんなことができるナイフです。でこういう短いタイプもありますですね、はい。使い勝手はどうなんですか？あ、とってもよく切れますので、はい、ぜひ使っていただければと思います。そしてまだいっぱいありますけれども。そうですね、あと、うん、珍しい道具としてはこういうケリーケトルという湯沸かしの道具があります。やかん自体はこういう空洞のもので、ここに、水を入れて、下で松ぼっくりや小枝を沸かして燃やして、お湯を沸かす道具になります。はい、結構短時間で沸かせたりするという噂聞いてますけど。だいたい600ミリで3分前後で沸きますので、はい、ぜひこの辺も手に取っていただければと思います。1個あったら結構ずっと長年使えます？そうですね、だいたいもう買い替える必要ないと思いますので、はい、1回買えば一生ものだと思います。はい、はい、ナイフがありました、そしてケトルがありました、はい、そしてもう一個じゃあご紹介ください。ね、今回、アメリカのダルスパックというブランドがありまして、アメリカからわざわざライアンさんに来ていただいております。はい、Duluth Pack is the oldest canvas leather bag maker in the United States, 136 years old. We have been handmade in Duluth, Minnesota, since 1882.And we guarantee every product that we make for life on craftsmanship and hardware. We get bags back that are well over 100 years old. We're very, very proud to be a USA-made company and to be the oldest pack and bag maker in the U.S. はい、じゃあちょっとご紹介ください。はい、アメリカの最古のキャンバス地と革を使ったバッグメーカーで、130年の歴史があります。ちょっと商品があちらにありますので、ちょっとあちら行きましょうか。いいですか？ちょっとじゃあ移動します。はい。Duluth Pack is very proud to have three tags in all of our bags. It's the Made in the USA Duluth, Minnesota, Duluth Pack, Duluth, Minnesota tag. And then every bag we make is hand signed by the person that made it. So it's a very nice personal touch to every bag that we make. Duluth Pack は Made in USA で、こういったサインが全部一点一点ついてる、はい、一点もののバッグです。これもおすすめ、これ全部持ってお出かけいただきたい、ね、ということですね。わ、はい、かりました。ご紹介ありがとうございました。どうもありがとうございました。